ではね、はい、こちらの方左に入っていきますね。花回します。やいさー、おおきに失礼します。行ってきます。ほら見てください、このね、うん、赤いお人形さんを軒先に吊るとあるんです、はい、これね、厄除けの意味があるんですけれども、お息吊るすんで、おおきにおおきに、お息の猿と漢字で書いて、ご縁があるようにっていう意味もあるんですよ。帰らしますね。帰らしますね、はい。そしてね、もう一つ、うんうん、正面の赤い門のあるお寺さん、うん、あそこにね、いっぱいなんか吊るされてるんですから、当たるっていう3匹のお猿さんがおりますわ、はい、これ以上見やへん、言わへん、聞けへんいうことね、欲張りませんということなので、まだまだにお願いします。欲張ったら来ません。はい、失礼いたします。よいしょ、そこで U ターンさせていただきますね。そしてこちらが八坂の塔ですね。大きいおすね、はい、よいしょ、お釈迦様のお骨の収まったお墓なんですけども、聖徳太子が日本で一番最初に作られたのがこれですわ、はい、日本の文ですね、うん、あ、綺麗ですね。綺麗ですね。やってまいりました、こちらが祇園白川です、はい、柳がまたすごくいい感じです。夏らしおすね。この辺りはね、祇園でも唯一だいたい幕末ぐらいや明治期ぐらいの面影を残す町並みが残ってるんです、はい。またね、こんな小川を眺めながらお食事をしていただいたり、初夏になりますとホタルが出てきたり、京都らしいですね。いいですよね。こんにちは姉さん。こんにちは。そしてね、こちらがね、辰巳橋です。またこの橋の上から眺める景色も、向こう側からこちらを眺める景色も、京都を代表する景色のうちの一つですね。そしてね、こちらは辰巳の大明神さん、芸事上達の言われがあるところで、祇園で一番なんでね、はい、陽気あります。そうですね、はい、皆さん、芸舞妓さんもよく来られるところです、はい、ぜひ何か特技をお持ちの方、いらしてください。ご覧ください、野々宮神社と申しますね。昔の天皇さんにお仕えされる巫女さんがこちらで身を清められてました、入り口をね、見ていただくとね、鳥居が珍しいんです。樹皮がついたまんまの鳥居なんです、はい。今では縁結びがすごく御利益があるということで有名です、はい。
ではこちらの東京院ご案内いたしますね。はい、どうぞ。足元気をつけながら。こちらね、杉苔とモミジが非常に綺麗なお寺さんになってますね。では入りましょう。すごい綺麗ですよ、緑が。綺麗ですね、はい、すごい。こちらのね、本堂はね、中に入ってから振り返って景色を見てもらうと、入り口が額のようになりますので、一枚の絵を見るような景色になっています。いろんな表情の暗算がね、はい。すごい。いいですね。お疲れ様です。どうも、楽しかったです。はい、ありがとうございました。おおきに。ありがとうございます。